雨だ。ああ、もう死にたいわ。くそくそ。おい、何なんだよ。マスター、つまりベーションよ。ふと気づいて顔をベッドから上げたら、ここで一番若い留置係いるじゃない。パンティーよ、どこまで下ろしてたの。ちょっとそこまで聞く、絶対に言えないわ。てめえだってやるだろうが。お前らよりはスケベなこと考えねえよ。薬指がプロっぽいもん。今言ってた薬指のこと本当？占いか？君はさっき起訴されたよ、窃盗とひき逃げでね。しかも14時の話持ち出しやがって。とにかく私は無実だ。裁判中は当然囚人服は着ない。着替えと本と雑誌。しかし君の父親は海洋学者。どうした？そこに遺憾されるってことは。裁判ではっきりするわよ。え？なんでお前分かったの？それも占いかなんかか？なあジョリン、お前現金持ってきたか？かもね、身体検査で見つかったはずだもの。甘いなジョリン。うっそ、マジ？しょうがねえな。もう21番、29番は下車する。22番、エルメスコステロ。聞こえるぞ。さっきから何かおかしい。なんなのよこれは。会話は禁止だ。21番。おっと、バスが急ブレーキ。ちょっと調べてみようか。ちょっとこいつを押さえてくれ。おう。ねえ、警察の留置所でさ、私もらったペンダント投げ捨てたよね。ねえ、名前なんだけどさ。